よう、ヤッホー春日くん。この野郎、もうすっかり馴染んでやがんな、蝶。ああ、酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいよ。なるほど、その辺はさすがにハンピン・リューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね、そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い。ふん。まあ春日くんも苦労人だし、いっか。確かお前の親父さんがハンピン・リューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい。引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせず、ベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分真淵なんかの方が組織のボスには向いてたろうね。真淵ラオマか。あれ、そういやお前あいつのことどうした。オウミと手組んでたとこぶっ倒して、それっきり見てねえけど。ハンピン・リューマンが裏切り者にするお仕置きといえば、まんじゅうの具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあマブチもか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える。いや、全然そうは見えねえよ。マブチはお前の仲間だったんだろ。たとえ裏切り者でもお前は仲間をまんじゅうにするような人間じゃねえはずだ。ありがとう。そんな風に俺を見てくれてたわけか。確かにマブチをまんじゅうにはしてないけど、俺はあいつに拷問を受けた身ではある。つまりどういうことだ。マブチを殺したのか。優しいね、春日君は。マブチのこと心配してあげてんだ。俺には別に殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でもマブチには野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃマブチを半殺しにして、その後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それでマブチのことは忘れちゃってた。お前本当にマブチを殺したのか。結論から言うとだね、実は殺してない。そうか。なんかそんな気はしてた。なんで。なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは、部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。結構失礼なこと言ってるよ春日君。でも実際マブチのことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。ふん、狭い土地で生きてきた仲間同士だからね。その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女はマブチから見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルはマブチの陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前にマブチには俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。マブチについて行った手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気があるやつは許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャラ。
孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。マブチはハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ、まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。マブチは組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人帳は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど。言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろうマブチに乾杯と行こうか。別にあんなやつどうだっていいけど。まあいいさ、寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。